型紙をプリントアウトして造花用の花入れを作りましょう。プリントアウトするのは硬い A4 用紙を使ってください。今回はケンランという光沢のある紙を使います。この紙の裏面に型紙をプリントアウトします。これを線に沿って切りましょう。この時、端の部分を5ミリ幅に切っておきます。これは後から飾りに使いますが、先に切っておくと細く切ってもずれません。最後に線のところに合わせて切り落とします。そして切り分けていきましょう。これを色違いで2枚用意します。今度は点線に沿って折り目を入れていきます。折り目を入れるときはハサミを使いましょう。開いてこの刃の部分で筋をつけていきます。斜めの部分にも同じようにして折り筋をつけます。折り筋がついたら一度外側に折ります。実際は反対に折りたいので、もう一度今度は内側に折っておいてください。2枚とも同じように折っておきます。これを組み合わせていきます。どちらが上になっても構いません。紙がしっかりしているのでボンドを使いましょう。ボンドはつけすぎないように綿棒でつけるといいです。まずこの底になる四角い部分にボンドをつけます。剥がれやすくなりますので、特にこの角のところですね。ね、この正方形同士を合わせてしっかりと貼ります。剥がれやすい角の部分とこの下の方までつけておきます。これを繰り返します。4箇所ボンドをつけたらこれを持ち上げます。でこの線に合わせて、ボンドが乾かないうちに同じように次の線に合わせて貼ります。ここを入れ込んで同じように貼ります。最後もここを貼ります。下の方は手が届きにくいので、ハサミなどの先を差し込んでこれからしっかりこう押さえてください。これで口の部分を整えて花入れの形が出来上がりました。ここに飾りをつけていきます。飾りは5ミリ幅で切っておいたこの細長い紙を使います。光沢のある方ではなくて光沢のない方を内側にします。まず最初にハ
サミなどでしごいて軽く丸みをつけます。そしたら綿棒に巻いていきましょう。端を綿棒に当て親指でギュッと強く押し当てて丸みをつけます。でこれを巻き込んでいきます。最初巻き込むのがちょっと大変かもしれませんが、あとはいけます。でこれでくるくると巻いていきます。手を離すと巻き戻ってしまうので、右手と左手を上手に使って押さえながら巻いていってください。端まで巻けたら手を離します。これを色違いで4個作っておきます。いらない紙の上にボンドをたっぷり出します。分厚くこう伸ばします。ここに先ほど作った飾りをポンと乗せて軽く押さえます。よいしょ。そうすると、取るのが難しい。よいしょ。反対側にこんな風にボンドがついてますから、これを貼りたいところにポンと乗せます。これで乾かせば造花用花入れの出来上がりです。これとても軽いので中にビー玉など重りを入れて造花を飾ってください。